放射線検出器を開発するとそういう研究を実施しております放射線を測るということをしますと量子の世界の様々な情報を測るということができます例えば移動途中に人の体があるというのがあれば単純撮影でレントゲン写真が撮れるということになりますし医療用の薬剤を体の中に入れますとペット診断ができましていわゆる医療検査機器 が実現できることになります。また、単純な物体を間に置いておきます。と、まあ、その中の非破壊検査やあるいはあの材料の分析などが実現できることになります。まあ、最近ではまあそのために様々ないろんな診断に、えー、放射線が活用されるようになってきておりましてで、そのためのあの機器の研究開発を行っています。まあ、これまであの検知が困難であった。まあ、例えば非常に小さなあの眼組織を見つけるとか。 あるいは測定限界以下の非常に微量な元素を分析するとそのようなことが実現できるようになればというふうに考えています文字通りイメージとして見るという研究もありますが放射線は両種の世界の情報を持っているというところがありますのでその突飛な世界を覗けるとそういう楽しさがあります